透明クラゲ。海の中に住んでいるクラゲの兄弟たち。カラフルなクラゲの中に一匹だけ透明なクラゲがいました。名前はクー。色がないなんて変なの。ちっとも綺麗じゃない。クーはいつもそうみんなにからかわれています。どうして僕だけ色がないんだろう。クーは鏡を見てはいつも落ち込んでいました。透明ってどんな色にもなれてとっても素敵なのよ。お母さんはそんなクーを毎日抱きしめて励まします。ある日、クーは気分転換に海をお散歩することにしました。海を泳ぐカラフルな魚たちが次から次へとクーの周りを通り過ぎていきます。ん？あれなんだろう。しばらく散歩をしていると、きれいな色の泡がぷくぷくと岩の間から出ているのを見つけました。うわあ、なんてきれいなんだろう。クーはその泡に思わず吸い寄せられると、ポコポコぷくぷく泡にまみれて遊びました。しばらくして帰る途中、なんだかみんながこっちをちらちら見てきます。クーは不思議に思いながら家へと急ぎました。ただいま。クーが家の中へ入るとみんなびっくり大騒ぎ。鏡の前へ連れて行かれたクーの姿はなんと虹色になっていたのです。兄弟たちはあまりの綺麗さにいつものような意地悪な言葉が出てきません。誰よりも綺麗だ。クーが羨ましい。するといつものようにお母さんが抱きしめました。透明でも虹色でも、あなたはとってもきれいよ。クーの目からはポロリと涙がこぼれました。あっという間に海の人気者になったクー。透明の時も美しかったけど、虹色も素敵だね。そんな言葉を聞くと、ちょっとだけ自分に自信が持てるようになったのでした。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンと